どうも、阪神タイガース応援チャンネルの主、ケンタムと申します。よろしくお願いいたします。えー、本日ね、えー、巨人戦。 あると思ったんですけどね、若干。なんかね、3時ぐらいまでは、えー、全然報道がなくというかね、連絡というかね、ツイッターで、えー、そういうのがなくてですね。いや、今日もしかしたらワンチャンあんのかな、っていうふうに思ったんですけど、3時45分ぐらいだったかな、3時半過ぎぐらいだったかな、えー、今日の試合は中止となりました、足からずってことで、えー、発表されてたんでね、うん。今日のネタどうしよう、と。うん。 昨日もね、あのー、まあ、適当にダラダラトークっていう感じでやらせてもらったんですけど、2日連続となるとね、ちょっと話すこと、いや、まあね、あの、プライベートのことなんてね、いろいろ話せますよ、友達と遊びに行ったとかね、そういう話はできるんですけど、まあ、ただね、えー、本日、 この後ね、えー、本当に僕の個人的な用事でちょっと出かけなければならなくて、えー、あんまり時間もないんで本日はこれまたもや第2回ということでね、えー、質問コーナーでやっていきたいと思います。えー、っと、まあ、基本的には全部答えます。プライベートな質問でも答えられる範囲であれば全部答えます。ただね、あの、仕事のこととか、えー、そういうことに関しては基本的には答えられません。うん。 そうだね。えー、まあ、そうだ。基本的にっていうか、まあ、仕事のことは答えられません。それ以外なら、まあ、基本的に全部答えようと思ってますんでね。まあ、2回目なんでね、あのー、正直あんまりコメントされる方もいないのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、コメント欄で、えー、まあ、なんか書いていただければ、えー、答えようと思うんでね、よかったらどうぞというわけでね。うん、うん、まあ、だってね、ま前のね、 えー、質問コーナーでも好きな AV 女優さん誰ですかって誰々って答えて、ね、そういうのもあるんでね、まあ、全然気にしなくて何でも答えるんでね、よかったら参加してください。うん、あとはなんだ、あそうだな。まあ、質問、基本的には質問コーナーという今日の動画なんですけど、一つ、えー、オールスターの中間順位発表みたいなのありましたね。投手陣では、えー、ま先発投手では西投手が第3位に入って、中継投手、ジョンソン投手が 1位というわけでね。うん、本当に素晴らしい。え、ドリス投手も確か2位か3位に入ってましたよね、抑え投手。で、キャッチャーでは、え、梅野選手、梅野選手がトツで1位で、え、ファーストは残念ながら入ってなかったですけど、え、セカンド、糸原選手も入ってましたし、え、ショート、木並選手も入ってましたね。え、サードは、え、村上選手が1位で、2位が大山選手だったかな。大山選手も入ってましたね。え、外野手では、え、近本選手、糸原、え、近本選手とね、本当にね、阪神の選手が今シーズンめちゃめちゃ入ってる。 素晴らしい。うん、近本選手はね、どうなるかっていう感じですよね。あのチームで、ええー、まあ。 出すやつがあるじゃないですか。ちょっと何て言ったか忘れちゃったんですけど。まあ、そういうところでね、えー、昨シーズンは、えー、糸原選手とか、えー、大山選手とかだったかな、えー、出してましたけど、うん、今シーズンはね、あの、ファン投票で選ばれた選手たちが多くで選出されてるんでね、あのそこは嬉しい限りですよね。あのそこでも皆さんねあの、活躍してもらえればね、あれは楽しい野球なんでね、あの、本当に見て見て、えー、笑って楽しく野球をやれるっていうのが、えー なんていうかね、な、な、中継ぎというか、えー、休憩じゃないですけど、そういうのがね、やっぱり野球の醍醐味だとは思うんでね、えー、楽しくやってる姿を見るのも僕は好きなんで、えー、まあ、阪神の選手いっぱい選ばれたらな、というふうに思っております。うん、今日はこんな感じかな。すいません、この後用事あるんで、えー、今日は短い動画になります。昨日も短かった、短かったけどね。うん。 本当にすいません、えー。というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。というわけで失礼いたします。バイバイ。